限界にチャレンジ。じゃあ行きましょう。そう、すごいパワーです。これが濃縮パワーなんです。濃縮パワーのジョイコンパクト、8月末デビュー。僕もびっくりしました。一日も早い恒久的な停戦が望まれます。イスラエルとパレスチナ暫定自治区ガザを支配するハマスなどの各勢力は、仲介役のエジプトが提案した新たな72時間の無条件停戦を受け入れました。 AP 通信によりますと、パレスチナ側交渉団のメンバーはイスラエル側との協議を11日にも再開するとしています。国連の発表によりますと、これまでにガザ側とイスラエル側で合わせて2000人以上が死亡しています。トルコで国民が直接大統領を選ぶ